皆さんこんにちは、まなみです。本日は毛穴パテ職人のクッションブースター下地 SPF20PA2+ とフォアレスクッションファンデーション01番ライトベージュ SPF50+PA4+ をレビューしていく動画です。このクッションファンデーションは薄膜カバーとツヤで素肌の美しさを叶えるクッションファンデーション、プリズムカバーパテ処方となっていて、毛穴落ちしにくい板状のパウダーで肌悩みをカバーする密着カバーパウダー、光を拡散するパウダーがベールを形成して毛穴の凹凸を厚塗り感なくカバーするライトブラーベール、美肌エキスを抱えたパウダーが余分な皮脂を吸着する皮脂吸着エッセンスパウダーで1日中毛穴崩れをブロックしてくれるそうです。あとお肌を守る美肌石鹸って書いてあって、セラミドが入っていたりグリチルリン酸ジカリウムとかスクワランが配合されていて、あとはクレー成分とかも入っているみたいです。無香料無香物油パラベンフリーです。あとは美容液 75% 配合、ノンケミカル処方でウォータープルーフ UV カット効果、あと塗りやすい雫型パフって書いてあります。で、無香料なんですが原料の匂いもそんなにしないです。ファンデーションの色はこんな感じです。あとこちらの下地はピンクベージュ系のカラーで、これはお肌をフラットに整えてクッションファンデーションの仕上がりをブースト、で気になる肌悩みをカバーしてくれて皮脂吸着効果で1日中崩れない均一美肌に、でこれもまた同じような成分が入っていて、グリチルリチン酸ジカリウムとかセラミドクレーなども入っています。無香料無香物油パラベンフリーです。でこれも匂いはないですね。ということで塗ってるところをご覧いただきますが、毛穴ニキビをアップでお見せしておりますので、苦手な方はご注意ください。じゃあまずはこちらの下地から塗っていきます。こんなふわふわなムース系です。ここに塗っていきます。ちょっと角栓が見える部分はありますが、でもザラザラすぎないのでうまくクッションファンデは乗りそうですね。こちらにも塗ってみて、結構いい気がする。こちらと比べたらこんな感じでふんわりぼかされるので、おでこにも塗ってみましょう。おでこは鼻ほどではないんですけど、毛穴がぼかされているのが見えます。引きで見てもそんなにわからないと思いますが、こんな感じでマップをもう一度見せすると、このように毛穴がぼかされています。次はこちらのクッションファンデーションを塗っていきます。雫型のパフで、まずこちら側に塗ってみます。でもそんなに一気にバッとつくようなタイプではなさそうですね。ついてるのかついてないのかわからないような感じなので、量の調節はしやすいです。パフに取れる量はかなり少なめなので、 4,5 回くらいファンデーションを取って塗っていきました。左側だけに塗ったんですが、結構色の差がありますね。今日は顔の赤みが強いのでかなり差があるように見えているんですけど、私の首と比べても少し白っぽいんですが、まあ、そんなに浮かないかなぐらいの明るさで、頬と鼻を比べるとこんな感じです。すごい毛穴が綺麗に隠れてるかというとちょっとわからないんですけど、もしかしたら日焼け止めを塗ってからの方が綺麗に塗れたかなって今思ったんですが、それはまた明日検証することにして、今日はこの下地とクッションファンデーションを塗った状態で7時間検証していきます。毛穴は大きいもの以外は結構カバーされているかなと思うんですけど、この辺りとか気になりますよね。ここって私の場合触りすぎると角栓がすごい目立ってきてしまうので、このくらいにしておきます。こういう大きい毛穴は隠せなかったんですが、小さい毛穴はまあまあ隠れています。で、これは明るい色っていうのもあって赤みのカバー力はそこまで高くないです。
で薄膜カバーとツヤって書いてあったのでもっとツヤツヤする感じなのかなと思いましたが、セミツヤくらいですかね。場所によってはセミマットに感じるような質感なので思ったほどツヤにはならなかったです。こちら側は下地をつけずにファンデーションだけつけていこうかなと思うんですけど、こちらはクッションファンデーションだけを塗っていきます。こちらはそんなにファンデーションつけ足さないようにして塗ってみます。右にも塗ってみました。薄付きを意識しながら塗ったのでこちらの方がカバー力は低くなっています。すごいナチュラルに仕上がりました。下地を塗った方は少しマットっぽく仕上がっていたんですが、こちら塗らなかったのでツヤっぽく見えています。ツヤツヤほどではないのでセミツヤっていう感じなんですけど、毛穴が目立ちすぎないくらいのツヤ感です。カバー力なんですが、こうニキビの赤みとかこういう血管とかは全然透けているのですごい高いわけではないですね。ミディアムくらいあるかなっていう感想です。それではシャネルのプードルユニバーサルリブルエンド20番を塗っていきます。これは軽く塗らないとパサパサになりそうなので少しだけ取って塗っていきます。左側にパウダーを塗り終えました。おでこはこのような感じです。頬なんですけどこちらは少しツヤがあるんですが、こちらはマットになっています。肉眼で見た方がもっとマットなんですけど、ツヤがあるように見えますが、こんなにはないです。さついてしまっているところもありますが、おそらく皮脂が出てきてそんなに気にならなくなると思うので、今日も7時間の経過を見ていきます。こちら3時間後の動画です。おでこはパウダーをした方はまだサラッとしていますが、していない方はちょっとテカり始めているかなって思います。まだ3時間しか経っていないのでテカるのは早い方だと思います。で、頬と鼻もこの辺りはテカっています。で、パウダーをした方なんですけど、こちらは逆にこのツヤっとしてきているのが綺麗だなって思ったんですが、セミツヤ感が出てきて肌は綺麗に見えています。ただまだ3時間って考えるとこのツヤ感は早い気がするので7時間後とかはテカりそうなんですが、様子を見ていきたいと思います。少し遅くなってしまって6時間後くらいの動画です。おでこはパウダーを塗った方はテカり手前のツヤくらいな感じなんですけど、こちらは結構テカっています。もっとキープ力が高いのかと思っていましたが結構テカりますね。で、こちらはパウダーを塗っていない方なんですがテカテカになっています。なんて言うんでしょう、綺麗なテカテカというかよれて汚いとかはないですし、毛穴落ちしているところもなくて鼻もこんな感じでよれたりはしていないので本当にテカりだけ気になります。で、こちらパウダーをした方なんですけど、テカっているかな。まだこの辺りは綺麗なので乾燥しやすい部分とかは綺麗なんですけど、やっぱりテカりやすい部分は6時間でこれなので、混合肌や脂性肌の方は皮脂が出やすいと思います。
こちらは7時間後の動画です。5時間後と比べると皮脂がもう少しだけ出たかなと思いますが、そこまで変わっていません。相変わらずテカテカで、こちらちょっとテカっているっていう感じです。テカテカなんですけれども、ティッシュオフをしていきたいと思います。まずティッシュオフをして、毛穴落ちしてしまっている気はしますが、上から塗り直してみます。もし私が普段これを使っているとしたら、塗り直しはしなくてもいいかなっていう感じなんですけど、でもまあ薄くはなっているので塗り直してみますね。そこまで変わらないかもしれませんが、こんな感じで、こちらパウダーを塗っているのでどうなるか分かりませんが、上から塗ってみます。そんなにパサつくことなく塗り直せますね。ここだけ塗り直したので、もう一度アップでお見せするんですが、こんな感じで直しました。ちょっとこちら毛穴落ちしたのと、あとそこまで塗り直したのがわからないような気がしますが、汚くはなりすぎない感じでメイク直しができるので、普通にできるなって思いました。こちらはパウダーをしていたので、もっとよれたりしてしまうんじゃないかなと思っていましたが、綺麗に上から乗ったのでメイク直しは普通にできそうです。それでは本日はまず日焼け止めを塗ります。肌が荒れているんですよ。なのでこの検証が終わったら、明後日ぐらいからは肌を休められるかなと思うんですけど、とりあえず今日の肌の調子はあまり良くないです。塗れたので下地を塗っていきます。最近こういう毛穴を埋める系の下地を使ったりしているんですけど、荒れてしまったんですよね。もともと体調的に荒れる時期だったのか、毛穴を埋める系の下地が原因なのか分かりませんが、やはり私の肌だと使わない方が安心だなって思ってしまうんですが、毛穴が詰まりやすい方は使ってる方いらっしゃいますか？塗り終わったのでクッションファンデを塗っていきます。今日はマスク検証なんですけど、4時間検証は無理そうで、もっと長くなりそうなので、多分時間が長い方が参考にしていただきやすいと思うんですけど、崩れ方を見ていきたいと思います。この前7時間検証した時は結構テカりやすかったので、今日のマスク検証が怖いんですけど、そんなにテカりすぎないことを祈りながら今日一日過ごしたいと思います。ファンデーションまで塗った肌をお見せします。この後パウダーは重ねていくんですが、今日のファンデーションの仕上がりをお見せしたいのでアップでご覧ください。綺麗に塗れました。今日肌の調子があまり良くないので、ザラつきとか気になるかなと思いましたが、綺麗に塗れています。ただカバー力はそんなに高くないです。パウダーはイニスフリーのフォアブラパウダーを使っていきます。パウダーを塗り終えました。おでこはこのような感じです。パウダーの量は少なくしたはずなんですけど、結構サラッとしているので、もしかしたら崩れてしまうかもしれませんが、帰宅後お見せしようと思います。マスクを4時間着用しました。塗ってからは6時間経っているんですけれども、マスクは合計で4時間着用しています。おでこはちょっとテカってはいますが、汗をかいたので仕方ないよなっていう感じで、マスクをした部分は結構剥がれています。
まあ、なんかすごい汚いわけではなく、ただ剥がれているっていう感じなので、私の中ではまだ綺麗な方なんですけれども、今日はちょっとネイルから皮膚科に行くときにダッシュしたのでかなり汗をかいたんですけれども、まあ、今も汗をかいているんですけど、こんな感じです。私の中では許容範囲だなっていう感想なんですけど、皆さんはどうでしょうか。汗を拭き取りたいと思います。これ後でやればよかったですね。まあいいや。はい、こんな感じで、なんかすっごいザラついて汚いとかではないので、本当に剥がれているっていう感じで、これならメイク直ししやすそうだなって思います。おでこも汗を拭いたらこんな感じになるので、こんなに汚くないですよね。頬を少し塗り直してみると、ちょっと毛穴落ちはしますが、まあまあ治るかなっていう印象です。至近距離だとザラつきとかは見えてしまうので、私の場合は一度拭き取って直した方がいいかもしれないんですけど、でもこれぐらいにはなるので私の肌ではいい方です。マスクの中はこのような感じです。ある程度は薄付きなクッションファンデーションなので、マスク移りもそこまでないかなと思います。毛穴パテ職人の毛穴下地は、私の毛穴の大きさだと塗った方と塗っていない方の差がそこまで出ていないかなと感じたのと、皮脂吸着効果もそこまで感じられなかったなっていうのが正直な感想です。そしてファンデーションの長所は薄付きで重たくないところです。薄膜って書いてある通り素肌感の出る仕上がりでした。短所なんですが、手持ちのファンデーションの中でもテカりやすいなって思いました。あと薄膜でしっかりカバーと商品説明には書いてありましたが、カバー力は高くないので、そこを期待して購入すると理想とは違った仕上がりになるかもしれません。あとは毛穴も特に隠しやすいっていうのも感じなかったので、良くも悪くも普通のクッションかなって思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。